右横で見ると沖縄の未来を創造、政策、政治指導者が変われば政策が変わる、政策が変われば人々の暮らしが変わる。今沖縄は政治指導者を世代交代させ、政策を変え、県民一人一人が豊かにならなければなりません。沖縄には絶対に強い知事が必要です。日本政府、アメリカ政府と大胆に交渉し、県民の思いを叶える強い知事です。下地美京はその役割の全てを引き受けて、県民投票を通じて沖縄県を再起動させていきたいというふうに思っております。政策の基本的な考え方を申し上げさせていただきます。1972年5月15日、沖縄は27年にわたる米軍統治時代を終え、祖国日本に復帰をいたしました。日本人でありながら日本人でなかった時代、沖縄戦の悲しみを得て、さらに日本の中で沖縄だけが移民族統治、沖縄が移民族統治、沖縄の未来を見据えて子供たちのためにさまざまな苦難を乗り越えてきた先人に対して心より感謝と尊敬の念を捧げます。私たちは彼らより引き継いだ、どんな苦難に陥っても明るく決してくじけない沖縄の精神を次世代につなげていかなければなりません。祖国復帰後、当県を本土並みにするために、復帰特別措置法、沖縄振興開発計画、沖縄開発金融公庫法のいわゆる沖縄三法が継続的に延長されながら42年にわたって続いてきました。しかし、さまざまな厚遇を本土から受けながらも、県民の所得は未だ全国最下位の200万円にしません。この40年間という長い期間、政治がほとんどこの問題を変えることができなかった事実を率直に反省し、新しい沖縄を作るために思い切った挑戦こそ実行していかなければなりません。日本全体が国力の衰えや財政再建が叫ばれる中、次世代を考えれば沖縄の政治が二度と同じ失敗をする余裕はありません。今こそこの沖縄のさまざまな問題を政治家が強いリーダーシップのもとに改革していく必要があるんです。県民総生産は現在の 3.8 兆円から6兆円規模で拡大をさせていきます。ただし、経済成長は単に企業規模を拡大させることが目的ではなく、県民一人一人の生活を豊かにすることを目的にしなければなりません。そのためには給与所得及び可処分所得の両方を拡大をしていく政策を実現します。この経済成長の実現のために、地元力、外力、投資力の3つのキーワードで県内経済規模の拡大を目指していきます。1、地元力は県内のあらゆるプロジェクトを地元企業が中心となって作り上げていくことです。2の外力は沖縄の優れたさまざまな産品や魅力を巨大なアジア市場へ向けて発信をしていくことです。アジアの成長を沖縄が成長として取り組んでいくことによって、県内経済を大きく活性化されていくことになる。3番目の投資力は空港、港湾などアクセス環境を整備し、県外から当県への投資意欲を高めていくことです。これは一部地域に区切った特区構想ではなく、県全体で全土で世界中の投資家に対して魅力的なものとしていかなければなりません。この3つのキーワードを実現し、 GDP6 兆円規模の県経済を作り上げれば、おのずと県民全体の給与所得は100万円増やすことになるのです。給与を増やした上で可処分所得をさらに広げるためには、物流集約で物価を下げたり、低所得者向けの住宅融資制度を整備することなどを実現します。特に収入が少なく支出が多い子育て世代の負担軽減を最優先します。このために教育費の完全無料化を行うことにします。この無料化がこの世代の生活費負担を一気に軽減し、また子どもたちにおいても一人一人が望み通りの高い教育を受けることが、将来豊かな人生設計を行えることになるでしょう。また教育費完全無料化は
県民所得が全国最下位の現状を改善できる最善の策です。今までこの県政がこの教育費無料化政策を取らなかったことが現在の全国最下位の所得につながっているのです。米軍基地問題は外務省や政府のためではなく、県知事自身自らが先頭に立って基地の整備・縮小の現実的な交渉を行っていくことが重要です。またこの問題解決の方向性を定めるにおいて、県民意思を明確にしなければ日米政府と思い切った交渉をすることができません。今回混乱を重ねた辺野古施設問題に関しては、県民投票の実現を私が訴えた理由は、民主主義の原則である民意を背景にしなければ、時の政権を倒しても解決できなかった難問を何人も解決できるはずがないからであります。またこの問題を未解決のまま、次世代の負遺産としてまた負遺産としたまま、新しい時代の沖縄をいつまで経っても切り離すことはできません。だからこそ沖縄の戦後を今回知事選挙で終わらせ、基地問題ばかりが争点となるこの構造を変えていく決意で県民投票を訴えさせていただいています。これから説明させていただくみきおプロジェクトは、県民生活の豊かな実感ができる経済成長を前提としながら、教育費完全無料化を実現し、次世代の沖縄を作っていくことを目的とします。常に沖縄の知事選挙は基地問題ばっかりが争点になりますが、私たちは生活の豊かさの実感と教育無償化こそ最大の争点であるべきだと提案させていただき、県民の方々とお約束をさせていただきます。端折って説明させていただきますけど、最大のテーマは所得格差の是正です。基地闘争、地方追随、経済低迷、低所得、貧困、学力の低下、このサイクルを根本から変えていきたいというふうに思っています。三大改革は教育費の改革、所得倍増改革、辺野古施設の県民投票、この3つを三大改革にします。未教の6大プロジェクト、所得倍増プラン1、教育プラン2、ヒューマンプラン3、未解決問題解決プラン4、米軍基地問題解決プラン5、行財政改革プラン6、この6つで私の具体プロジェクトといたします。所得倍増プランにおいては、1番目に消費税を 10% に反対します。今回の12月に消費税を 10% にするかどうかの安倍総理が判断しますが、私は今の沖縄の経済環境、所得環境においては 8% を 10% にすることは、いかなる政策を用いても沖縄の豊かさを実現できない。その意味において、私が県知事になりましたら、安倍総理に対して地方の声として 10% への消費税の発布は反対すべき、実況してはならないということを必ずアピールさせていただきたいというふうに思っております。2番目に経済の3つのキーワード、地元企業の育成、外向きの経済、沖縄の投資です。この地元企業の育成は、これまで残経済と言われてきた沖縄をしっかりと地元企業があらゆるプロジェクトを実行することで、沖縄の地元の力をつけていきたいというふうに思っています。また沖縄の内向き経済と言われてきましたが、これからは輸出を中心として、沖縄の素晴らしい様々な産品を海外に出す、そして特に52億人の人口に達すると言われるアジアの市場に沖縄の良さを発信をしていきたいというふうに思っています。沖縄の都市、那覇空港のこの日本海の滑走、カナダ飛行場の軍事協力化、島島空港の3000メートル滑走の活用、そして国際港湾を浦添に作る、そのようなインフラを整備することで海外からの投資を増やす、この作業を行ってまいりたいと思います。3点目には GDP 6兆円のプランの今現在のプランから10年以内のプランという細かいプランを3点目に書かせていただきました。その他のところは端折って説明をさせていただきますけれども、国際空港の整備においては、私は特に課題工場の不眠協力化を必ず実行し、
中部地域の活性化を図ってまいりたいと思います。2番目の大型国際港湾及び与党ハーバーの整備を行ってまいります。道路未来プロジェクトにおいては、現在の高速道路を道路公団に私どもが提案をさせていただき、大々的にこの高速道路の見直しを行い、インターを増やしたり、そして道路網の整備、接続道路を変える、そういうことをやっていきながら、北部地域と南部地域が道路網でしっかりと結ばれるようにしていきたいと思っています。三つ目に、国際通りの地下道プロジェクト。今、国際通りが非常に交通渋滞する中で、ゆったりとした町の道路ができていない。そのことを地域の一枚をもう一度私たちは復活するために地下道を作って道路網の整備を行いたいと思っています。4番、沖縄全域どこでも高速道路の高速インターネットを行う。5番目の経済ソフトインフラ。それにおいては電力料金の値上げを私は必ず一時として実行していきたい。沖縄が産業としてしっかりと成り立っていくには、この電力料金を値下げをさせていただく、このことが重要であることを強く申し上げさせていただきたいと思います。6番の輸出戦略は、1に書いてあります海外輸出戦略本部を設置して、地域自ら先頭に立って、沖縄の物産を海外に出している、その作業をやらさせていただきたいと思います。新しい沖縄の交通体験、路線バス、タクシー、レンタカー、トラック、巨大物流倉庫、運転代行、オートバイ、この今までバラバラになった交通体系を一元化して、私どもはこのゆとりのある交通体系を作っていきたいと思います。農林水産に関しては、TPP には反対し、そして守るべき農業と攻めるべき農業の積み上げを行って、農業に抜本的に力を入れていきたいと思います。観光客が増え、600万人を超え、この出向する方々が増えたにしても、沖縄の農業が衰退している、この逆行している現実を私たちは変えていかなければならない、そういうふうに考えております。9番のエネルギーでありますけれども、このエネルギーに対しては、その3番目に書いてある太陽光発電の全県での拡大、今、太陽光発電が沖縄電力との間で、この手続き上の歪みができ、なかなか前に進んでおりません。私はこの原子力のない沖縄において太陽光を持って経済を活性化する、そのことについても全力で進めていきたいというふうに思っております。観光事業の拡大でありますけれども、映画音楽伝統文化を確実に発信をしていくようにしていきます。それと経営基盤の弱い地元のホテル、そして産業を行っている皆さんのこの施設の耐震化に向けて県が積極的に補助金を出して支えていきたいと思っております。11番の離島インフラについては、ワンコイン輸送、この度一括交付金で全ての離島のこの船をこの一括交付金で買い上げて提供することになりました。しかしながら料金が変わっていないというこの矛盾を私どもは変えていかなければなりません。離島の環境を増やしていくためには、ワンコインで500円でどの離島にも行ける、そのことを実現をしていきたいというふうに思っています。また離島における教育格差を是正するために、 ID を活用したさまざまな工夫をして、離島格差が教育格差につながらないようにしていきたいと思います。12番、南部と元島の高速鉄道、これについては私が政権交代後4回にわたり国書を作る作業をやってきましたので、私はもう報告の時から新たな私たちは実行の時期に移ったと思っているんです。2年以内にこの問題を確実に着工させていきたいというふうに思っております。ユニバーサルスタジオ沖縄の誘致、これは何度となく関係者になってまいりましたが、このユニバーサルスタジオが沖縄に来るということは大きな沖縄観光の目玉になる、そのことをしっかりと私は実行していきたいというふうに思っております。15番の5万人のコミュニケーションセンター、これからは大会、スポーツ、音楽を通して沖縄の学校を作っている、そのためにこのコンベンションセンターを作り、私たちは新たなこのプランを作ってまいりたいというふうに思っています。大きな2番の教育プランでありますけど、6つの教育の基本戦略を書かせていただきました。教育の完全無料化を実施し、親の関係を図り、生活における教育環境を整え、教育に集中させる。教育無料化を行うことにより、子どもの個性を伸ばすために、あらゆる可能性教育にチャレンジすることができる。離島県沖縄において、各地域の地域間教育格差が絶対に生じないようにするため、IT を活用し、
徹底した格差解消を進め、私学を活用し積極的に取り組み、私学にしかできないことを認めサポートする、国際社会に対応できるグローバル人材を育成するために英語教育を徹底し、沖縄とアジアのコミュニケーションの役割を担う。6番、子どもの個性を十分に引き出すことを目的とした教育サポート制度、教員サポート制度のプランを作り、徹底的に実施することにより、教員と子どもの距離感を縮める。この6つの基本戦略のもとに、子どもの完全教育の無料化を図ってまいりたいというふうに考えています。財源としては、今沖縄県がこの沖縄県に集まる税収950億円と、一括交付金の1500億円、2450億円を基本財源として、これ193億円を捻出していきたいというふうに思っています。待機児童をゼロにしていきたい。3番目に22学級のチームティーチングを推進していく。4番目に英語バイリンガル教育の徹底をしていきたいというふうに思っています。そして13番目でありますけれども、琉球の歴史教育。私どもはこの琉球の歴史をしっかりと沖縄県の中で子どもたちに教えていくということも進めていきたいというふうに思っています。3番目の大きな3のヒューマンプラン、ヒューマン基本政策は、女性の社会進出を積極的に進めることを目的として、職場子育て環境を徹底的に改善し、安心して仕事ができる社会を作る。キャリア育成のプランのみではなく、一般的な環境における女性の社会進出をサポートする。医療の充実を図るために、人材育成、施設整備などに十分に対応する。地域間の医療格差が絶対に起こらないように、早急な対応を行うこと。また、観光と医療との新たな関係の構築のために、大胆な提案を行う。社会における弱い立場の方々が安心して暮らせるために、社会環境を十分に整えることや、十分に可能性を秘めた子どもたちの補正教育を徹底する。4番、長寿者が安心して老後を過ごせるために、段階的な高齢者環境を整え、安心な長寿社会を作る。また同時に、高齢者のあらゆるチャレンジをサポートして、生きがいを持てるようにします。この分野の一番、医療と福祉でありますけど、私は防災担当大臣をしましたので、基幹病院をしっかりと作って、この防災に強い医療体制を作っていきたいというふうに思っています。また、3番目に医師不足についても、しっかりと解消できるスキームを作っていきたいというふうに考えています。やっぱり4番目の創薬特区、特殊医療センターですけれども、私は大学院大学を目的を持った大学に変えてみたというふうに考えていて、創薬を特区を大学院大学の中に設置して、創薬を中心にして開発をしていただく、そのことに変えていきたいというふうに思っております。2番目の防災の体制の強化ですけれども、これについてはしっかりとあらゆる角度から防災の対応をしていきたいというふうに思っています。学校における防災の整備、そのことについてもしっかりと私たちは進めてまいりたいと思います。また郵便局、この郵便局についても防災の拠点としてどう活用できる、そのことも郵便局との連携を図りながら進めていきたいというふうに思っております。また女性の正社員化、多様化する保育園の対応、さまざまな問題についても私たちは進めてまいりたいというふうに思っています。4番目の未解決問題のプラン、未解決問題に対する基本的な政策、沖縄が読んできた戦争の傷跡が未だ解決されることがなく残されている現状を早期に解決するために、あらゆる手法を用いることにする。このことによって戦争を知らない世代が不安さの被害を受けるという痛ましい現実を政治が解決する。離島県沖縄においては防災の観点から絶えず最悪の環境をイメージしながら、行政や未解決問題の解決を進めていかなければならない。被害による孤立化を防ぐにあたり、あらゆる備蓄環境を整えていかなければならない。沖縄県のイメージが損なわれないように、殺傷の問題については早急な解決策が必要である。我が県が観光地として成長していくにあたり、この問題については政治の大胆な決断を持って進めていく。これ不発弾処理の問題を徹底的に進めていきたい。2番目に犬猫の殺処分を必ずゼロにしていく方向で政策を作っていきたいというふうに考えております。また6番目の給付の実行上問題についても、もう一度原点に戻ってこの問題の解決を図っていくというようなことをしていきたいというふうに思っております。
大きな5番目の米軍基地問題ご覧いただきますけど、米軍基地基本政策は沖縄県における米軍基地問題は対応であることを認め、同時解決を図る努力をしていくことが重要である。普天間基地の辺野古移設に対応化する米軍基地問題がないがしろにされないようにする。2番目に、米軍基地問題は主張するのではなく解決することが重要なことであるという認識を持って政策提案を行うこととする。あらゆる米軍基地問題の解決の提案は沖縄県が積極的に行うこととする。3番、米軍基地の問題の解決においては日米同盟の基本的な考え方のもとにおいて過重な基地負担の軽減を行うことが重要であり、現実的な対応の中から早急に一歩を踏み出し前進を図ることが県民に理解されるよう努力を行う。4番、米軍基地問題については外務省に担当された解決策ではなく自らが訪米し直接交渉を行い解決策を導き出すこと。直接交渉は沖縄の米基地問題の最大の解決策であることを認識し政治が対応を行うことであります。1番目の辺野古問題については県民投票で私は決着をつけたいということを考えております。この問題についてはちょっとお話をさせていただきますと、今この県民投票以外にこの問題が解決する私は要因はないと考えております。今までのこの世論調査における反対、今まで沖縄県民が4回にわたり賛成の知事を選んできたという事実、そして政治において中山知事が反対を主張しながら当選後に印鑑をしたというこの県民からの不信感、自民党の国会議員4人ともがこの衆議院選挙において県外を主張しながらこの当選後に賛成に変わったという現実、こういうような現実が今沖縄の基地問題の不信を招いているわけであります。そういう中において今政治家を選ぶという手法ではなくて、私どもは皆さんの一人一人に選んで決めてもらう、この賛成か反対か、このことを選ぶように決めてもらって、この辺の反対ならば私どもは中止、撤回、即時中止、撤回を政府と交渉していきたい。皆さんが賛成という結論に立ったならば、この問題を地理が先頭になって進めていく、防衛省に任せるのではなく地理自らが進める、こういうような積極的なこの行動を取っていきたいというふうに思っております。2番目の日米地位協定の抜本改定はこれはしっかりと行ってまいります。また訓練の県外に含まれ、これについてもこの段階的に私どもは進めていきたいというふうに思っています。また米軍基地の面積の半減、これについても段階的に私どもはシナリオを作って米軍と交渉していきたいというふうに考えております。5番目の基地使用期限の設置でありますが、この5番目の基地使用の設置は次の世代に対して私どもはこの役割があるというふうに考えておりますから、この米軍基地が継続的に永久にあるのではなくて使用期限を設ける、このことが非常に大事なことだと思っておりますから、そのことをしっかりと進めていきたいというふうに思っております。最後の行財政改革プランでありますけれども、行財政の基本政策は県民に愛される総合サービス会社として沖縄県庁を作るため県庁版の意識改革及び組織改革を行っていた。2番目に、全ての行財政改革の根本原則は県民サービスの最大化を図ることである。3番目に、収入を増やし支出を減らすという当たり前の考え方で財政の健全化に取り組み次世代に負担を押し付けないように現世代で解決を図ることです。1番は部を確認して沖縄のこの県庁内の強化を図っていきたいというふうに思う。その中においても特に外交局を作ってこの外交局の中でしっかりとアメリカとの交渉を行っていきたいというふうに思っています。4番目には副知事を3人制度にして、この東京事務所に副知事を常駐してもらって政府間交渉がしっかりとできる、この大使館との交渉ができる、そういうような先頭になって地位の意識を持って交渉する副知事を東京事務所の常駐として置きたいと考えております。6番目には経済諮問会議、この経済諮問会議を作り民間の方々の意見をしっかり、学者の方々の意見をしっかり聞いて、この県政の中で私どもは独自の経済方向性を作っている、国に任せるだけではなくて自らがその経済政策を作り国の経済の環境と
決して一致しなくても沖縄経済で成長する、まあ、そういうようなものを作っていきたいというふうに思っております。7番目の幹部の民間登用、民間の方々に県庁内に入ってもらって新しい沖縄県を作る、チーム一を作る、まあ、そういうことをぜひやっていきたいというふうに思っています。9番目に財政再建になりますけれども、今沖縄の財政再建は急務な状況であります。このままの状況では県民税を上げなければいけない状況でありますから、私どもはぜひこの財政再建のシナリオを作り、私が現地にならさせていただきましたら、この4年間で財政再建の方向性をしっかりと示して形を整えたというように考えています。今申し上げました三木尾プロジェクト、三大改革と6つのプロジェクトでありますけれども、このシナリオを、ね、県民お約束をさせていただいて、これを実行させていただくことで、私どもは新しい元気な沖縄を作る、まあ、そのことを先頭に市民協をぜひならさせていただきたいというふうに思っております。最後になりますけれども、今日多くの皆さんをお集まりいただいてこのプロジェクトを発表させていただきましたのは、今日お越しの皆さん、私を支援していただける皆さんも、このプロジェクトをぜひ自らの政策として多くの皆さんに、県民の皆さんに語っていただきたい。そしてこれができれば皆さんのこの生活環境が大きく変わるという自信を持って、これからも11月16日までの選挙戦を共に考えていけば、頑張っていければというふうに思っております。どうか